まあ、事実上裏番組みたいなものの話はする必要はないんだけどさ、ちょっと気になるのはさ、日本時間の2時ぐらいからあのアップルの偉い人があのアメリカかなんかで講演するんでしょ。でそこでもしかしたら iPhone が新しくなるみたいな、新しい iPhone はこうなるよみたいな話をするかもしんねえみたいなね。でそんな中思うんですけど、どんどんテクノロジーが進化していくのに、進化していくじゃないですか。でそうするとこう人間の想像力も超えて飛んだら、 iPhone なんかは俺今の iPhone が結構すげえなと思って、でそうするとこうこの後どんな機能ついてほしいっつっても電池が長持ちしてほしいとか、まああとはできればちょっとカメラが良くなってくれとか、まああと他社にあるお財布携帯みたいなものがまあ作んならついてくれた方がいいかなみたいな、要するに既存のものの中でちょっと良くなるぐらいしか思いつかないじゃない。だから変な話、出ても出なくてもいいじゃん、出たんなら出た方がいいけどぐらいで。でも人間はなんかこうついついこう背伸びすんなっていうか、そういう欲しくもないのに頑張っちゃうことっていうか、なんつうのかな、できんなら作っちゃおうが先に来るね。あのさ、居酒屋のさ、タッチパネルのさ、あの無線式のメニューのやつってさ、俺まともに動いたことないんだよね。あの居酒屋の個室にあるさ、何そのハイテクの無駄遣いみたいなやつっていうさ、すごいこうタッチパネルでそのガチャーンって、ドッキングしてるやつをドッキングステーションからガチャーンって離して、それでタッチペンでおしんこ盛り合わせプラス1みたいなやつあるじゃないですか。プラス1の店員みたいなやつ。でさ、もうあいつが俺の中で俺の当たったところできちんと反応したことが全然ないわけ。コツってやっても全然いかなかったりとか、コツ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 っても全然いかなかったと思ったら、おしんこの盛り合わせの下のところの、俺があんま食わねえ、角的の、なんだろう、あの、ドットが、タッチパネルの反応がずれてるみたいで、角的のカウントがすげえ上がってるわけ。ほんで角的のマイナスのところを押すとさ、今度さ、全然今まで頼んだやつをリセットするみたいなところにずれたりとかするから、なんかもう、多少ボンクラな店員でも呼べよって思う。多少ボンでも、ね、お前ボンクラだな、ボンっていうのがそよぎですみたいなやつでいいから、胸のプレート見たらそこは絶対お前こだわんのなみたいな、凡人のボンだ、凡人のボンではないです、これそよぎですみたいなね、やつでもいいから呼べよみたいな。と電池切れるよね、すごい、もう大体いつも息も絶え絶えみたいなやつな上にさ、あのまあ、これは店側も酔っ払いっていうバカ野郎の、バカ野郎の酔っ払いがいるからしょうがないんだろうから、けど、だからこそ店側もやるだろう得ないんだろうけど、あのその専用のコンソールみたいなやつがさ、がっちり補正手ぐすみたいので繋がってるじゃん。盗まれないように、すげえワイヤーみたいなので繋がってるから、あの、ずっとこうやって回しながら、松田さん何にします？なんてビーンってなるじゃん。ビーン、このビーンがあんなら有線でいいよ。このビーンをつけるんなら無線である必要がないから、このビーンで電源を供給してくれよと思ったりするじゃないですか。あのカラオケボックスの、カラオケボックスのあのメニューの機械も面白いから俺触ってんのすごい好きなんだけど、あれもなんか2台あったら1台は必ず息も絶え絶えだったりとか、なんかわかんないけど、タッチペンだけなかったりするのな。あのタッチペンねえから、しょうがねえから、普通に飲み物のさ、ストローとかでやってると、悲しい気持ちになってくんだよ、歌で。で、この間、昼間から珍しくなんか野球の帰りに、うどん食ってたら、神さんもうどん食うって花丸うどんで合流して、で、その後神さんがカラオケ行きたいとか言い出して、したら一緒にいた、ホタル源氏の桐畑徹っていうのが、僕も行きますみたいな、僕もカラオケ行きますなんで、昼からカラオケ行こうになって、したまあそこのさ、そのボタンがさ、まあ反応しねえんだよ、またそのタッチペンが、でコツ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 やってたら、ラブイズオーバー桐畑が歌うつの、昼からまたあいつはラブイズオーバー歌いたいって、あいつのカラオケはもうスナックだから、あいつが行くとどんなにおしゃれなカラオケ屋さんでもスナックだから。ラブイズオーバー歌うとか、じゃあ入れるわ。ラブイズオーバーカツカツって全然入んないわけ。その、なんだよ、これはと思いながら、ね。
カナダンカカンとしたら、6回連続でラブイズオーバーが入るわけよ。で、しかも、取り消しみたいなボタンもちょっとずれてんだよね。で、取り消しを押そうと思った時に変なのを押したらしくて、なんか今のカラオケすごいなと思うけど、そのカラオケチェーン全店と戦いみたいなランキング、採点モードのすごいやつみたいので、なんかその、採点モード昔もあったけどさ、何点、100点満点でこのラブイズオーバー何点かって採点モードと、歴代の、そのチェーン店全部の通信カラオケ全部でのラブイズオーバーのうち、何位かってのが出るわけ。で、それ歌始まっちゃうわけ、その採点モードをした途端に。さあ、桐畑が、ラブイズオーバーかなんか歌い始めるわけ。ほいで、あいつの歌い方はさ、フィーフィーを下ろす歌い方だから、正確に踏まないわけよ。お酒、なんかでごまかさないでだから、点が出ねえ歌い方なんだよ。あいつは、もう、オーヤンが、オーヤンを下ろす歌い方の人いるでしょ。ね。お酒、なんかでじゃなくて、お酒なんかでで言った。お酒飲むのはいいよ。やめろっていうような野暮な女に私になりたくないけど、ないけどあなたいつもそうじゃないよ。省略しての。ね、お酒、なんかでじゃない。ね。ごまかさないで、普通にごまかさないでじゃなくて、ね。いろいろごまかすものあるじゃないと。サンシャインの地下のトイザラスでおもちゃを買ってごまかすことだってできるんじゃないの。それにしてもトイザラスってあの真ん中途中こう字がひっくり返るのはなんでなのかね。さておき、ごまかさないでよ。全部一旦切ってのごまかさないで入れるじゃん。したらさ、点が低いわけ。したら、で、切れた普通に入れたと思ってるからさ、したらその途中にこう点が最後ダラララララって出て、50点みたいに出るわけ。それでしかも50点は今までこのチェーン店の中で、オーヤンをラブイズオーバーを歌った人の中で、77人中77位ですみたいなのが出てさ、そしたらもう僕もう一回歌いたいって、それこれ、こんなのやってる知らなかったからつって、もう忠実にちゃんとキー回して歌いたいですって言って、お前待てよ、みんな歌いたいんだからって言ってるさなかから、俺ラブイズオーバーいっぱい入れちゃってるから、次にまたラブイズオーバーが、でんてんてれれんって流れてくるから、またあいつすげえ本気で、ラブイズオーバーやってくるわけよ、それも、今度はちゃんと合わせて、ね。悲しいけれど、やってくるわけ。おー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 もう入れてくるわけね。あの、本来だったらもう歌い終わっちゃうところも入れてくるわけ。で、それと結構燃えるのがさ、中間発表何位みたいのが出て、今何人抜きみたいのもどんどん出てくるからさ、燃えるわけ。で、そのすごい点が、いいとこ上がってくると興奮しちゃうから、この最後を歌い切ったらベスト5入んじゃねえかみたいのを意識すると落ちちゃったりとかして結構面白いから、だから切り方もう、とにかく、この順位じゃ、11位かなんか次で、この順位じゃ終われないんで、もうちょっと歌いたいって言うんだよね。だけど、お前とまたかかるわけだって、俺だってそこ叩いちゃってるから、ラブイズオーバーずっと。そしたらさ、途中でさ、2位になるわけ。あいつ、70、まあ、自分がいっぱい歌っちゃってるから、もう80何人中なんだけど、2位になるわけ。でも1位が、カラオケ館の庄内店っていう、どうやら山形県だと思うんだけど、庄内平野の庄内だろ、多分庄内ってはそうだよね。それ庄内店に、ま、すごいうまいやつか、大谷ひひがいるんだろうね、あれ山形に。その山形のやつが全然抜けないんだよね。山形のやつに近く行くまでずーっと。あいつ結局だから8回ぐらい。8曲ぐらいオーヤンずーっと歌って。ほいで最終的に2位も3位も4位もあいつなんだけど、その1位の庄内のヒーヒーに勝てないんだけど、俺これ何のコーナーだっけ。でも正直な話、その、もしだよ。まだわかんないけど、その iPhone の新しいのがまあ発表になるとしたら、何が、どうなったら嬉しいのかね。やっぱ俺の想像力だと、今ある機能みたいのが伸びてくれること以外あんまないんだよね。電池の持ちがすごい良くなるとか、まあ、受信感度とか、まあ、それは基地局の問題もあるんだろうけど、そういうのが増えてくれたりとか。あとほら、まあ、同じ会社で iPad を売ってるわけだから、iPad との住み分けみたいなことも多分あると思うんだよね。iPad も両方持って機能的に使うみたいなこと考えたら、別にこの、新しい iPhone の画面とかが
より大きくなるみたいなことではなくていいわけじゃんか。だそうするとこう、あと何かね、いい匂いがするとか、ね、すって撫でるところがものすごい気持ちいいっていう。ね、もう、びっくりするぐらい気持ちいいっていう。三浦淳さんと一度、こう一緒に DT って本を書かせてもらったときに、三浦淳さんがその想定でこだわったのが、一枚目にすげえ触り心地のいい紙を入れてくれと。そういうもんか。俺別にほら、その頃自分の本とかほぼ出したことないから、そういうこだわり方もあるんだと思ったんだけど、あたなんかあれ、あ、なるほど、そんなことできるようになるんだみたいなのを、びっくりするようなの、あるとちょっと、ワクワクするようなのあるとちょっと嬉しいけどね。さ、顔コレクションです。顔コレクションと全然関係ない、オーヤンフィーフィーの話をしちゃいましたけど。まあ、だけどあいつの、キリアタトールの、ラブイズオーバー結構絶品でしたね。俺の中ではトップだよ。俺の中ではもう全然トップの、今までキリアタトップのラブイズオーバーですけどね。多分、オーヤンフィーフィーよりちょっと上ぐらいです。